はい、また新しいガジェットが到着したので紹介します。今回紹介するのはこちらです。ショーコメコメア液晶小黒板です。こちらはシャオミーの大人気ライティングタブレットです。これシャオミーのミーです。このマークです。開封します。汚い。同梱品は説明書、中国語です。あとは本体とペンです。本体の大きさは13インチです。これは100円ショップで売っている500円のライティングボードです。大きさはこれぐらい違います。価格はアリエクで2500円くらいでした。13インチの他に10インチのものもあります。使い方は簡単、ここに書くだけです。筆圧によって太さが変わります。筆圧を強くすると太くなります。消去ボタンはここです。押すと消えます。電池は CR2025 です。電池は消すときに使うので電池がなくても書くことはできます。サイドに間違って消えないようにロック機能があります。ロックすると押しても消えません。ペンはこんな感じです。鉛筆みたいで持ちやすいです。100円ショップのは平べったくて書きづらいです。ペンが磁石でくっつきます。大きくて厚みがあるのでしっかりしていて持ちやすいです。厚みがあるのでこうやって書いても書きやすいです。100円ショップのものはここがふにゃふにゃして書きづらいです。はい、今回はシャオミーのライティングタブレットを紹介させていただきました。価格は高いですが、しっかりしていて使いやすいです。2021年も娘のスマホをよろしくお願いします。今回は以上です。